男寺島は朝鮮半島の伝統的旅芸人である。男寺島は数十人のグループで朝鮮半島各地を旅した。立ち寄った村で男寺島のりと総称される能楽や仮面劇、国土隠しのルームという人形劇、曲芸などを披露し、村の発展と人々の健康を祈願し、記者を集めて生活をした。名目は寺院の建立や、 補修のための肝心であり、寺を中心に活動したためこの名称がある。李氏朝鮮では、先民の中の八八七図の一つに数えられた。40から50人の男のみで構成された集団で、制裁を持たず独自の社会を構築していた。男寺等の活動は、農漁村が中心に行われた。工業は、田植えの時期から、晩秋の期間に行われ。 冬の期間はもっぱら団員の訓練に充てられた。一箇所に泊まることができない、放浪の旅は過酷であり、食料の備蓄が尽きた時は、春まで離散して越年する場合もあった。男寺等は男職を、集団の絆とした組織であり、昼は芸を見せ、夜は若い財を貸し出し売春によって収入を得ていた。そのため、男寺等の工業は風紀を乱すとの理由から一箇所に、 月ついたち限りと決められていた。女性が主公聖員の場合には単に寺塔、もしくは女寺塔と称した。寺塔は、孤児と呼ばれる男と寺塔と呼ばれる女が一組となった夫婦の集団であり、女に簡単な踊りをさせたり売春をさせて収入を得ていた。男寺塔は、コットゥソエ、ゴルペンインソエ、ドゥンソエ、カヨル、ピリ、ジョスンペ、 ドンジムくんで構成された。ホットソエは、抗議によって選出され、組織に関する全ての決定権を持った。通る以上の階級は男だが、ピリは女装して、男に従う役割を担った。ピリの人数は限られていたため争奪戦は激しく、ホットソエであっても一人のピリしか持てなかった。ピリの補充は、貧農からの口べらしや孤児、家での子供をもらってくる場合が多かったが、 時には誘拐も行われた。後期には少人数の女性も男寺等に加わるようになった。その一人にパウドギという人物がいる。彼女は朝鮮時代、安城市の貧しい農家に生まれ、4歳の時に男寺等に入り14歳で一座を率いた。19歳で難病にかかり22歳でその生涯を閉じた。現在安城市にはパウドギ堂と銅像が建てられている。 出し物は、プンムル、ポナ、サルパン、オルム、トッペギ、トルミの六つである。男寺等の演目には、支配階級に対する風刺や批判が多く込められていた。ため、娯楽の少なかった民衆には、楽しみとなったが、等の支配階級からは憎悪の対象となっていた。そのため、公演開催を拒否されることも多かった。また、地元の風物演者にとって、苦労とである。 男寺塔の演ずる洗練された風物は大きな刺激となっていた。朝鮮時代には多数存在した男寺塔は1920年頃まで存続し、現在ではソウルにある伝授会館に保存会として残されている。1964年に大韓民国指定重要無形文化財第3号に指定された。2009年にはユネスコ無形文化遺産にも指定されている。 現在日本においては、奈良県において男寺等日本支部が伝統の保存と普及に努めている。現代韓国の音楽グループサムルノリのリーダー、キムドクスも男寺等の元メンバーで3歳から旅に同行し、芸を磨いた経歴を持つ。2013年、継承者4人のうち唯一の人間文化財の人物を含む3人が不正行為により裁判所で、 有罪判決を受け継承者の指定が解除されたため、継承の危機に陥った。ありがとうございます。